細川バレンタインは、日本の元プロボクサー。宮崎県宮崎市出身。第40代日本スーパーライト級王者。宮田ジムスポーツクラブ所属だったが2017年1月から、門江美宝石ボクシングジム所属。外資系金融会社の正社員としても、プロボクサーとしても、自分の100%を出すために2足のわらじを履いている、選手。 弟は同じくボクシング選手の細川チャーリー忍。2006年5月23日、宮田ジムスポーツクラブ所属選手として、後楽園ホールで神崎由とデビュー戦を行い、4回、1から1の判定で引き分けた。2006年7月24日、後楽園ホールで小林光介と対戦し、プロ初勝利となる初回14秒 TKO 勝ちを収めた。 2007年7月31日、後楽園ホールで行われた第64回東日本新人王トーナメントライト級部門に予選で近藤明弘と対戦し、プロ初黒星となる4回0から3の判定巻き置きし東日本新人王トーナメントの予選で敗退した。2008年1月25日、後楽園ホールで渡辺智幸とライト級4回戦を行い、 二回一分九秒小勝を収め再起した。2008年8月5日、後楽園ホールで行われた第65回東日本新人王トーナメントライト級部門準決勝で加藤健太と対戦し、四回一から一の判定で引き分けたが規定により細川が準決勝に進出した。2008年9月25日、 高楽園ホールで行われた第65回東日本新人王トーナメントライト級部門準決勝で小沢剛と対戦し、4回2から0の判定勝ちを収め決勝に進出した。2008年11月2日、高楽園ホールで行われた第65回東日本新人王トーナメントライト級部門決勝で麻生光一と対戦し、 5回1から1の判定で、引き分けたが規定により、細川が優勝、東日本新人王の座を射止めた。2008年12月21日、高楽園ホールで行われた第55回、全日本新人王、決定戦第9部門決勝戦で、浦秀明と対戦し、5回3から0の判定勝ちを収め全日本新人王の座を射止めた。2009年7月7日、 公楽園ホールで長崎大これとライト級八回戦を行い八回三から0の判定勝ちを収めた二千九年十月二十三日公楽園ホールで生田誠隆とライト級八回戦を行い三回五十八秒 TKO 勝ちを収めた二千十年二月二十六日公楽園ホールで島村国信とライト級六回戦を行い六回 1>, 1から2の判定負けを喫した。2010年5月9日、後楽園ホールで日本スーパーライト級5位の佐古田大二とスーパーライト級8回戦を行い、8回3から0の判定勝ちを収め再起した。2012年10月25日、JBC は細川を日本スーパーライト級1位にランクインした。二千十三年二月十一日、後楽園ホールで 日本スーパーライト級王者の岩渕真也と対戦し、8回2分0秒 TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2013年8月18日、ソウルでオペブフ東洋太平洋スーパーライト級王者のキムミヌクと対戦し、11回 TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2014年6月17日、後楽園ホールで 足立俊彦とスーパーライト級八回戦を行い、8回3から0の判定勝ちを収め再起した。2014年11月25日、後楽園ホールで行われた弾丸116で、合田武士とスーパーライト級八回戦を行い、5回2分12秒、TKO 勝ちを収めた。2015年4月19日、大阪市立住吉区民センターで、 ジャンボ・オダ・ノブナガ書店ペタジーニとスーパーライト級八回戦を行い、八回3から0の判定勝ちを収めた。2015年12月8日、後楽園ホールで行われた弾丸147で日本スーパーライト級5位の青木クリスチャーノとスーパーライト級八回戦を行い、八回2から1の判定勝ちを収めた。2016年4月13日、 高楽園ホールで行われたザ・グレーテストボクシングで佐藤の明とスーパーライト級8回戦を行い8回0から3の判定負けを喫した2016年11月1日高楽園ホールで日本スーパーライト級王者の岡田博樹と対戦し10回0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した試合後角ビ宝石ボクシングジムに移籍した 2017年3月27日、高楽園ホールで行われた第59回、フェニックスバトルで、クーエピーターとスーパーライト級8回戦を行い、8回、3から0の判定勝ちを収め再起した。2017年12月14日、高楽園ホールで行われた、ダイヤモンドグローブで、日本スーパーライト級王者の麻生光一と対戦し、10回、3から0の 判定勝ちを収め9年ぶりの再戦を制し、王座獲得に成功した。2018年1月15日、東日本ボクシング協会2017年12月度の月間 MVP に選出された。2018年5月7日、後楽園ホールで行われたスラッグフェストで、日本スーパーライト級1位のデスティノジャパンと対戦し、7回1分21秒。 TKO 価値を収め初防衛に成功した。6月11日、東日本ボクシング協会2018年5月度の月間 MVP に選出された。2018年12月1日、後楽園ホールで行われたダイナミックグローブで日本スーパーライト級10位の稲垣隆と対戦し、1回2分56秒 TKO 価値を収め2回目の防衛に成功した。 2019年4月6日、後楽園ホールで行われたダイナミックグローブで日本スーパーライト級1位の井上博己と対戦し、10回0から3で判定負けを喫し3度目の防衛に失敗、王座から陥落した2019年11月22日、後楽園ホールで日本ライト級10位の有岡康介と対戦し、1回45秒小勝ちを収め、再起に成功した。 2020年9月3日、高楽園ホールで、日本、オペブフ東洋太平洋、WBO アジアパシフィックライト級王者の吉野、周一郎に挑戦するも、12回0から3で、判定負けを喫し、王座獲得に失敗した。2021年7月3日、高楽園ホールで、元 WBO 世界、スーパーフェザー級王者で、日本ライト級3位の伊藤正幸と対戦し、 八回1分17秒 TKO 負けを喫した。2021年7月13日日本ボクシングコミッションに引退届を提出した。ありがとうございます。